皆さんこんにちは、渡辺グルミです。ガイアセイバー、ヒーロー最大の作戦、続きをプレイしていきたいと思います。コンパチヒーローシリーズ、第2弾ですね。前回第1話をクリアしてますので、今回はね、第2話に入っていきたいと思います。おやさん、世界中で異変が起きて大変なことになっているんじゃ。特にヒマラヤは噴火の兆しがある。その調査に V3 をやったのだが、その後連絡がない。そこで君たちにヒマラヤに行ってもらうことにした。下の格納庫のビートルが使えるから、インドのボンベイ基地に向かってくれ。日本規模の話から一気に地球規模の話に変わりましたね。さあ、ビートルがありましたね。乗り込みます。ボンベイ基地に行けという話でしたので、ボンベイ基地に向かいましょう。まあそもそもね、現時点では目的地、家督隊の基地かボンベイの基地しかありませんからね。ではボンベイ基地に向かいます。彼女とデートしたいんだけど、奴らを倒すまでは我慢です。何か医療会、ああ、ここはアイテムショップですね。まあ、それなりに、お金は貯まってるんですが、まあ、とりあえず、必要なしでいきましょう。何がどうめで、ヒーローって言ったって、結局は寄せ集めじゃないか。コーチンはボンベイの南にありますよ。いきなりコーチンっていう、まあ、地名なのか、町なのか、ちょっとね、僕も勉強不足なんですけど。同盟の村松キャップから連絡を受けている。詳しいことは高知にいる工作員から聞いてくれ。これインドの都市に高知っていう都市があるんですかね。いや、ちょっとその高知に向かってみましょう。南にあるという話なので、まずはね、南にテクテクと向かっていきましょう。敵キャラも変わってますね。ノーマル攻撃でいいかな。アムロはガンダム。それにレオとアマゾンっていうね、編成になってます。まあ、レベル上げとかも特にまだしていないんですけど、まあ、この先ね、レベル上げとか必要になってくれば、まあ、そのレベルもね、しっかり上げていきたいと思います。では、コーチンを探していきましょう。あ、早速見つけたな。ここかな、コーチンは。コーチン、そうですね。ちょっと工賃を徘徊してまいりましょう。あんまり大きな、街ではなさそうですね。雑居ビルと工賃ビルしかないので、まあ雑居ビルから探索を開始します。では、3階から。誰もいない。コンピュータールーム。なんか情報技術者試験を受ける場所みたいな感じでしたね。ここには人がいますね。何か医療会、ここも道具屋さんでしたね。何もありません。工作員、君たちか、急いでくれ。V3 さんがピンチらしいんだ。このコンパスを持って北に進んでくれ。今度は北か。北行ったり南行ったり。ヒマラヤに噴火の兆しが現れているんです。今何とかしないとすぐにでも噴火する危険が。V3 さんが爆弾を持って来いと言ってました。これを持って行ってください。爆弾も手に入れたといいかな。爆弾とコンパス持ってますね。まあ、自然現象だとしたら、とてもじゃないですけど、爆発を止めることなんてできないですよね。怪獣とかね、誰かの仕業であれば、まあ、それを止めることもできるのかなとは思うんですけどね。では、コーチンビルの方も徘徊していきましょう。ここも、情報技術者試験会場でしたね。ここもだ。コーチンビルは完全に、試験会場ですね。では、今度はヒマラヤに向かいます。ドームが敵で出てきました。
かジェットストリームアタックを仕掛けてくる、そんな不雰囲気の構えですね、ドンは。あそこに違いない。なんか、勝手に見つけてくれましたね。V3 と、ショッカーの戦闘員が戦っている。しっかりしろ。すまない。しかしもうパワーか。てんてん。ここは僕たちに任せてくれ。戦闘員と、戦いになる。結構敵が強くてですね。ここまでに何度か死んでしまったんですが、ショッカーの戦闘員は弱いんで倒せますね。楽勝です。よく来てくれた。おかげで助かったよ。いや、あのショッカーの戦闘員に手こずるようでは V3、ちょっと心配ですね。ヒマラヤ騎士の恐ろしい装置のことをどうしても伝えたかったんだ。ついてきてくれ。ついてきてくれという割には、案内してくれないだ。では、ちょっと先に進みまーす。敵は決して強くないんですけど、エンカウント率が恐ろしいですね。数歩歩くと敵と歩くので、なかなかちょっとダンジョンの探索が進まないんですが、まあ、その分レベルは上がってるので、まあ、これはね、こういうものだと割り切ってちまちま、続けていきまーす。お、死神博士が来ましたね。ここはヒマラヤを噴火に導く破滅マシン、バベルをコントロールしている神聖なる部屋。お前らの連中が来るようなところではないわ。罰としてお前らには死んでもらうぞ。これ死神博士と戦闘になるな。では、ちょっと全力で行きましょう。必殺技を打っていきます。ただ暗号以外で必殺技まともに覚えてないんですよね。アマゾンに至っては、モンキーアタックしかないので、ま、全力で当たってどこまで戦えるかですかね。49か。一撃で49はきついな。アムロは引き続きニュータイプシュートでしょ。で、レオはリライブしましょう。アマゾンはもう普通の攻撃しかできないので、普通の攻撃をしていきます。アムロはちょっとパワーカプセル使っちゃいましょう。で、レオは、回復を、アマゾンに打って、アマゾンは、普通の攻撃を当てていきます。これの繰り返しになりそうですね。おお、倒した。みんなレベルが上がってくれたな。何も言葉なくさってたな。何もありません。噴火コントロール装置、バベルがあります。爆弾を仕掛けますか？仕掛けます。よし、これで、ヒマラヤ噴火せずに済むぞ。となってますね。では、基地を脱出します。ビートルが前に来てくれましたね。戻ってきたか。
ヒマラヤではご苦労だったな。早速で済まないが任務がある。ということで、キリがいいので、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。先ほどの A 基地で爆弾を仕掛けてヒマラヤの噴火を阻止する作戦なんですけども、どうやらですね、5つの爆弾仕掛けるスポット、1つでも仕掛け忘れるとヒマラヤが爆発してしまうというようですね。今回はですね、あらかじめ攻略サイトでその情報をキャッチしていたので、5つの爆弾全部仕掛けてきています。では次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。